はいどうも峰島です。今回は鴨頭義人の焼肉マフィア池袋なんですけども、こちらに行ってきた動画が発見されましたので、そちらのお話をしていきたいと思います。どんな動画かというと、概要欄の方に貼っときますけれども、そのままですね、焼肉マフィア池袋に行ってみたという動画になります。一通りその焼肉マフィア池袋の店内の様子とかをちゃんと編集して見やすくして動画にしてるんですけれども、その中でコメント欄見てたらですね、鍋汚いとかうるさいとか、まあそういう風のが書かれてるんですけども、タウンを叩くっていうのでバンバンバンチリンチリンバーンみたいなコメント書かれてるんですよ。これコメント欄すごく面白いんで、コメント欄を見てください。店員がですね、タンは叩くんですよって言って、タンを持ってきてですね、タンをバーンバーンバーンってやってるんですよ。それに合わせてよいしょよいしょ言いながらね、よいしょよいしょって言って、チリン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 って後ろで店員がやってるんですけど、この動画見るといろいろ焼肉マフィア池袋のツッコミどころ出てくるんですけど、まず鍋が汚いでしょ、タンをバンバンやってよくわかんない、まあこれ僕もツイートしたんですけど、この部分だけ切り取って、そしたら平らにしたりとか、タンをあと柔らかくしたりとかっていう効果はあるみたいなんですけど、まあ演出としても結構やりすぎっすね。あれはもうなんか包丁とかバン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 跳ねてるんですよ、叩くたびに。他にはね、ちょっと僕が気になったのが手袋、その辺いろいろ触った手袋でタンを触って手袋してるんですけどね、黒い手袋、まあバンバン叩いてると、その手袋って水洗いするんですかね。生肉触ったら、生肉って菌があるわけなんで、生肉触った後になんか違うもん触ると菌が移るじゃないですか。どうも水道で洗ってるような様子が見受けられないんですよ。素手の方が僕いいと思うんですけどね、菌がその手袋に付着するんじゃないかなと、よく菌が落ちないんじゃないかななんて思ったりもして、あの黒の手袋が結構ほら素人目に見た感じですけれども不衛生なんじゃないかななんて思うんですよ。肉が目の前にあるのに店員さんがわわわわ喋ってるんで、それもね、今コロナがこんな状況じゃないですか。コロナが落ち着いたとしてもわわわわ喋られたら唾が肉とかにかかる可能性もあるんで、いろんな面で不衛生さがちょっとと僕は醸し出されてるなと、焼肉マフィア池袋の映像を見ると。なんかね、こうガードとかあってね、唾が飛ばないようにしてあるとか工夫があればいいんですけども、なんもなくて結構大声で喋ったりとかするんで、チリン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 やってなんかこう演出するんですよ。静かにお肉をワインとか飲みながら食べるっていう、そういう空間じゃないですね。どっちかっていうとショーを見に行くみたいな感じなんですけども、ショーだったらもっとちゃんとしっかりしたショービジネスやってるとこがあるんで、そっち行くだろうなと思いますし、だからなんか中途半端な立ち位置の焼肉屋さんなんですよね。それでいて、まあいい肉らしいんですけども、高い値段取るよっていうお店なんで、いい肉出すんだったらそれなりに落ち着いたような店にした方が良かったんじゃないかななんて、これは僕の個人的な感想ですけど。なのでまあちょっとその肉をバンバンやるやつをぜひ概要欄の動画の方から見てください。長いんでちょっと20分とか長い動画なんで、肉バンバンだけ見たい人は僕がツイートしてる動画切り取ってますんで、それを見てもらえれば肉バンバンは見れます。店内の様子を全部見たいよっていう方は、その焼肉マフィア池袋行ってみたっていう動画を見ていただければと思います。コメ欄も面白いコメントがいっぱい入ってるんで、コメ欄もぜひ覗いてみてください。こういうお店が焼肉マフィア池袋なんだよっていうことは予想通りだったというか、今まで僕がずっと追いかけてきて、実際僕は行ったことないんですけれども、店の雰囲気とかそういうのが分かったんで、衛生管理はもうちょっとちゃんとした方がいいんじゃないかなと僕は思いましたね、改めて。ということで、焼肉マフィア池袋行ってみたという動画の紹介でございました。鴨頭義人関係、焼肉マフィア池袋関係の情報はいっぱい入ってきますんで、また動画バンバン出していきたいと思います。チャンネル登録お願いします。それじゃね。